ちにベッドに縛っておかないとね。よいしょっと、できた。これで君は私のものなんだね。私以外誰のものでもない、私の大事な大事な宝物。もう誰にも渡さないからね。寝顔かわいい。今なら至近距離で見放題。興奮しちゃう。君はこれからされちゃうことも知らずにすやすや眠っちゃってるんだね。かわいそう。だけどそれがまたそそるの。どうしようかな。計画では君が眠ってる間にでもこっそり君の体を楽しんじゃうつもりだったけど、意識はっきりした状態で君は私のものって意識植え付けられるように、童貞を奪われる瞬間を感じてもらうのもいいと思うんだ。どっちだとしても私のものだってことは骨の髄に染みるほど感じてもらうつもりなんだけど、今はなんだか君の穏やかな寝顔を前に何にも考えられないや。今私君と同じ空気吸ってる。もしかすると君の吐き出した息もちょっと吸っちゃってたりするのかな。これ頭もおかしくなっちゃう。大好きな君の匂いと可愛すぎる君の寝顔。君が全部悪いんだよ。こんなにも無防備に眠っちゃって私のこと誘惑してるとしか思えないんだもんね。今君はどんな夢を見てるのかな。私の夢とかなら嬉しいんだけど、それこそこんなに近くにいたら寝てても意識しちゃってエッチな夢とか見ちゃうのかな。首筋とかそーっと指で撫でてみたり、さりげなく好きってささやいてみたりしたらもっと意識しちゃうかな。だけど夢の中なんかじゃなくて、やっぱり現実で私のこと意識して興奮してほしい。ほら、私はここにいるよ。目の前にいるんだよ。目が覚めるまで耳ふーってしちゃおっと。あ、やっと目が覚めた？おはよう。すっごい表情とろけてて可愛かったよ。私、そういう君の可愛いところ大好きだから、今めちゃくちゃ興奮してるんだ。え？夢の中なんかじゃないよ。ここは現実。君の寝てる時に部屋に入ってきたの。起きたばっかりじゃ何が起こってるかわからないね。体、動かせなくなってるのは気づいてる？そう。もちろん私が拘束したの。だって君のこと私の好きなようにしたいんだもん。何度アピールしてみても鈍感な君は気づかないし、告白する前にさりげなく私の印象を聞いた時なんて、居心地のいい友達だなんて全く恋人候補とは意識できないって感じのこと言って、私のことは眼中にないみたいだし、それどころか彼女欲しそうにしてさ。彼女ができて自然と私とは疎遠になっちゃうのも時間の問題って危機感が私の胸にまとわりつくんだよ。だから君が誰かの彼氏になる前に私のものにするの。誰にも渡したりなんかしない。私のものに。
こうすれば離れたくても離れられないし、私のこと女として見てもらえるよね。嫌だとか君がどう思ってるかなんて関係ない。一番は君と相思相愛ってことになるんだろうけど、君の中で私が気軽に絡める女友達っていう都合のいい立ち位置に落ち着いた時点で、君との健全な恋路にたどり着くことなんてほとんど不可能になったんだから。むしろ愛してやまない君のことを傷つけなきゃいけない私の気持ちに気づいてよ。君が誰かのものになることをおとなしく祝ってあげられる私なんかじゃないの。そうなるくらいならこうやって体を縛って無理やりにでも私のものにする方がずっと幸せで、ここ最近は君のことを監禁する計画のことばっかり考えて、周りにもうつろだって心配されるくらいだったんだよ。うん、いいの、謝ってほしいわけじゃないから。ただ私のものになってくれれば何だっていい。償いたい気持ちがあるんだったら、私のすることすべてに抵抗せず従ってくれる？視線そらすんだ。私のものにはなりたくないってこと？無理だよ。私のものにならない限り、君の手足の拘束は絶対に解かないから。どこにも行かせないし、誰にも会わせない。私のものになる以外の選択肢は一切与えない。ダメ。どんなに可愛くほどいてくれって言っても騙されないからね。だってここから出たいって思ってるうちは私のこと好きとすら思ってないでしょ。そんな状態の君を解放したら逃げられるだけなのに、私に何の得があるのかな。せっかく私以外他の誰のものにもならない絶好の機会を作って逃がすなんて、私もバカじゃないんだよ。この監禁で何が何でも君のことを私のものにするんだからね。え、どうしても心を開いてくれない相手にさ、嫌でも男女の関係であることを意識づけさせて、うまくいけば二度と離れられなくなる既成事実を作るようなことあるよね。嫌がったって無駄だよ。今の君は逆らえないんだし、ますます君を私のものにしたくなる。いいよ、これで君の心が壊れたって、私のものでいてくれるなら何だって構わない。むしろその方が私のものって感じられるのかな。涙目になっちゃった。こんな強引なことしようとしてるんだもん。そりゃそうだよね。でも絶対やめないからね。ねえ、今私君の目には女に映ってる？仲のいい都合のいい友達なんかじゃなくて、けだものみたいな生々しい交わりをしちゃう相手として見てくれてる？怖くてそれどころじゃないか。でも最中になれば嫌でも感じざるを得ないよね。そういうのって嫌がってても男の反応を示しちゃうものだし、どんなに意識してなくても本能は分かってくれるよね。もういいよ、君に聞いたりなんかしない。強制的に君を男にして私が女だって感じてもらう。私には逆らえないんだって、私のものにされてるって、頭にも体にも意識を染み付ける。こうなったらちゃんと私に君の大切なもの捧げてもらうから。記念すべき1回目。